ラクレーターのノルマラです。皆さんこんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いや準備が間に合ってない、やばいあー音量ちょっといかがでしょうか。いやーいろいろやろうと思っていろんな準備をしようと思っていたのに間に合ってない。ぬぬぬぬ。こんばんは皆さん、こんばんは。もうお届けしているのは CD ソフトでめちゃくちゃテンプレートを適用して踊ってくれているマロッチーの映像でありますが、いろいろガバガバなのでガバガバしているところは目をつぶっていただきたい。あ、BGM 大きい、少々お待ちください、少々お待ちください。 BGM どうしたらいいかな。マイクを上げるというのはいかがでしょうか。マイクを上げてみよう。あっすこれで、あ、ちょっとうるさい、うるさいかもしれないです。おー失礼、でかい、でかいかもしれないです。あ、そうです、本人なのでね、これはね喋りながら踊ってますよ。ちょいろ間に合っていない。じゃあここじゃなく、マイナスシーンの、どうでしょうか。あーどうだ。あー全然、あーもうあれだ、変なあの踊る動作タブが出ていてとても恥ずかしいのでもうやめます。待機画面、これ出てるか。はい、どうぞ。あーもうサムネも1のままで何の準備も間に合っていない。あーこんばんは、すいません、こんばんは、ぐたぐたすいません。いやーちょっと今日風邪ひいてて、昨日から風邪というほどでも風邪じゃないんですけど、どんどん調子が悪くて、昨日やるって言ったのにお待たせしてしまって申し訳ないです。こんばんは。で今日も熱が下がりきっていないですが、元気が戻ったので配信をしましたね。元気がなくなったらやめたい、無理せずやめたいと思いますので、でも1時間以上はやりたい、やりたいです。画面キャップ、昨日じゃない、前回の時に、いいのか、これでいいしな、よいしょ。前回の時、あのタブが見えなかったのはとても良くなかったなと反省いたしまして、ちゃんと画面ごとキャプチャーしようと思い、今準備中であります。少々お待ちを、すいませんな。うぬぬ、何しようとしたんですか。名前を変えようと思って名前を変更。いやー季節の変わり目で寒くなってまいりましたので、皆さんもお気をつけくださいし、フィルター、すいません、もう事前にやっとけって30分あればできるかなと思ったんですけど、30分じゃ終わらなかった。前回のコメントも全然拾えてなくて申し訳ない、申し訳なさの極み。熱でちょっと頭おかしいかもしれない。でこのファイルをガーンと読み込み、こんばんは、こんばんは。あ、無理せず、本当にツイッターでもお優しいお言葉ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは。
音量どうですかね。自分の声ではちょっと、自分のマイクがうるさい。自分のマイクはうるさくてはいけない。はあ。お、これでいい感じか。いい感じだな。よしよし。いやー、配信慣れしてなくて全くスマートでない。スマートに配信がしたい。はあ。よしよしよし。で、今回ちょっとお絵かき配信を始める前に、準備に手間取っていたことがありまして、告知をしたいなと思いました。せっかくね、ほら、イラストレーターをしてるんで、告知しないなんて、そんな一人で楽しいだけじゃないかと思われそうなので、スタジオモード解除、解除、違う、解除。告知をいたしたいと思います。イエイ。で、告知もな、準備が整っていない。恥ずかしい限りでありますが、告知の原稿がありましてな。よいしょよいしょ。3つお仕事関係の告知をしたいなと思います。失礼いたします。まず1つ目、じゃんガチャンガチャン、違う、これだ、これです。初音ミクシンフォニーが今年で開催5周年になります。おめでとうございます。イエイ。で、こちらの初音ミクシンフォニー2020年横浜大阪公演で販売される公式パンフレット用のイラストを書き下ろさせていただきました。いやー、ありがたいありがたい。クリプトン6兄弟のイラストを書かせていただきました。で、今初音ミクシンフォニー2020は横浜の公演が終了して、来月27日に大阪公演が控えております。失礼しました。そちらはなんかさっき見た感じ残りわずかではありますが、チケットはあるみたいなので、詳しくは公式サイトよりご確認ください。で、また横浜公演のブルーレイと CD が来年発売予定でして、こちらの店舗特典として私の描いたこの絵柄のクリアファイルが数量限定でなんかついてくるみたいですので、こちらもご対応店舗など公式サイトにてご確認いただければと思います。あ、聞きに行かれた方いらっしゃるんですね。ありがとうございます。すごかったんです。で、私もね、横浜公園に行かせていただいたんですよ。もう恥ずかしながら初めて行かせていただいたんですけど、いや、もうほんとすごかったです。で、なんか自分が知ってる曲で、いや、そんなハイテンポな曲オーケストラでやんのっていうような曲もすっごい華やかにアゲアゲに演奏しておられて、なんかもう感動してしまいましたね。で、あと、そうそう、指揮者の栗田さんという方がめちゃくちゃ演奏中は本当にもうザ・オーケストラの指揮者みたいでかっこいいんですけど、威厳あるかっこいい指揮者の方なんですけれども、なんか拍手した時とかに投げチッスしてくださって、もうファンサが手厚くてめっちゃおしゃめだったんですよ。もうただただファンになりましたね。でボカロ好きな方はぜひぜひお聴きいただきたいし、 DVD も興味あったら YouTube でサンプルとかも投稿していらっしゃるんで、ぜひ見ていただけたら嬉しいですし、ボカロご存じない方ももう全然楽しめる、もう本当本格オーケストラなので絶対楽しめると思うので、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。そして公式 URL をご覧くださいと言いながら、その準備が整っていない。恥ずかしい、とても恥ずかしい。2020、ちゃんとイラストレーターっぽい生放送してるよ私は、ね、公式サイトをチェックな。で、コメント欄にコメントになってるのか、後ほど概要欄とか編集します。アーカイブ残すときに、きちんと編集いたしますので、
とうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。この後の大人がついたレラさんでよろしいんでしょうかね。キャラクター衣装デザインをされたメインのイラストレーターさんのデザインを描かせていただいたんですが、もうめちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃ描くの楽しかったです。そしてマロチが動いていない。あ、恥ずかしい恥ずかしいよ。せっかくやりたいなと思ってやったのに。はいはい、ちょちょ待ちよ、今起動している。フェイスリグを、フェイスリグじゃない、反応しない。どうしよう、はいか、とりあえず、あ、来た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 、めちゃくちゃ恥ずかしい。めちゃくちゃ見せてはいけない部分を見せているのでは、これは。ちょっと待ってよ、待機画面。いやー、まあこのグダグダ具合もね、生放送ならではなんでね、楽しんでいただければと思いますよ。でよ、どうぞ。戻ってまいりました。で、次です。で、ツイッターでも告知させていただいたんですが、こちらちょっと画像が出てきないんですが、チャット風に小説を楽しめるアプリピーク様より、あゆみなと様作の小説、俺様バイア、ヴァンパイア、赤い牙のイラストを担当させていただきました。ヴァンパイア×人間のちょっと危険なエロティックラブということで、セクシーな感じにとのことでご依頼いただいたので、セクシーな感じに書かせていただいております。で、今日から連載開始で、毎週木曜日、ね、掲載予定ですので、ぜひ作品ページの URL よりご覧くださいとのことで、こちらも URL が立ち上げてないの、恥ずかしい恥ずかしい限り、何かやられたっぽい告知だよ。自分のツイッター、今いいねしてくださった常連の方とかいらっしゃるんですか。あ、ありがたいありがたい、よしよしよし、はい、恥ずかしい恥ずかしい、申し訳ないグダグダしてて、どう？これできるかしら。あ、止めますね止めますね、このタップのイラストを描かせていただいております。よろしくお願いいたします。そして最後にですよ。自分がキャラクターたち絵を描かせていただいた VTuber のクロウサギウルさんのバーチャルチャンネルの方が、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数3000人を突破いたしました。おめでとうございます。娘頑張った、おめでとうございます。で、その3000人記念動画のレンドエンツリアレンジクロウサギウル過去キネマ106のイラストを担当させていただきました。
てめちゃくちゃアゲアゲであります。一度聞いたら絶対無限リピート不可避なので、とにかくとにかく聞いてください。騙されたと思って聞いてください。騙されないですから告知なのにすげえ推しが強いっていうね。でもまあ自分あれです、ただのウルさんとキネマさんのファンみたいなところあるので全力で復興していきたいと思います。でそちらの動画のリンクがこちらになりますね。はい、全部一つの仕込んでくれるのかな。いやー、私の後でない私の気分いいとこになります。なのにグダグダしているという悲しい状態であります。よしよしよし。いやもうさ、元のレンドエンツという曲はもうアゲアゲなのにリアレンジがアゲアゲで、さらにウルさんの歌ってみたがアゲアゲというアゲアゲかけるアゲアゲかけるアゲアゲでありますよ。すごいかっこいい。びっくりした。ママびっくりしたの本当にママって何もう呼ばせていただいていいのかっていう偉大さでありますよ。よいしょ、貼り付き。これでいいかな？いけるかな？いけるいける。よし。で、こちらから、こちらのリンクから飛んでいただけたら見れると思います。で、よしよし。ぜひぜひご覧いただければと思います。そして作業用 PCM にとても快適。で、ぜひとも聞いていただけると嬉しいです。よし、それで告知はおしまいであります。しゃしゃしゃ。でですね、一回茶番の原稿を考えたんですけど、どうしようかな。準備も忘れちゃったし、タイミングも間違えちゃったから、いっか。ですね、前回使えなかったクリップスタジオタブミートという左手ツールをね、いつも機材周りをアドバイスくださるアグさんという方が、動画担当のアグさんという方に泣きついて、タブミートが使えないんだよアグエモンって泣きついたところ、じゃあ使えるようにしてあげるよののまろくんって言って、Wi-Fi 違う Bluetooth を飛ばせるイケイケマシンをねご用意していただきまして、なんとタブミートが使えるようになりましたので、サクサク快適作業環境になりましたため、タブミート使って今回やりたいと思います。い早速やっとこさ作業に入ります。でタブミートの準備ができてないポンコツちょっとマイクずらしますね。マイクを一旦送って、お待たせいたしました。これでお絵描きができるマイクの距離になったのではないかと思います。ちょっと遠い。何か音量等ありましたらお申し付けください。よし。でですね、ナノマロさん、以前通らないって言ったのに前回とイラストちげえじゃねえかって思われる方がいらっしゃると思います。すいませんでした
いや、あの配色で多分頭使うのでちょっとデザイン塗りました。あ、あれ、あ、違う、これか、これだな。こうしたら、あ、そうそう、タブも見えるようになりましたな。今回タブが見えるようにキャプチャー方法変えたので、それで、ほら、ここ、この前中を、ポインターが中を書くということがあったんですが、今回はそんなことないはず。よいしょ、タブメイトの設定からじゃ申し訳ない。これタブメイトの設定画面なんですけど、じゃあ細かくできるんですよ。こんなにショートカットキーがあって全部左手で押せるんですよ。これは時間短縮にとても便利であるのでおすすめであります。クリスタ使ってる方は。落ち着いて、七丸さん。あ、あ、スタちゃんありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日は本当に寝まくりました。申し訳ない。一番よく使うところに、で、多分今日は塗りからなので、やわ肌ブラシを一番よく使うと思うので、やわ肌ブラシを右ボタンの一番使うところに設定し、上の2番目に使うところは、筆の、ナノケモンのブラシを設定しますね。で、ここが、左側が、ポップ、違う、オプションコマンド、ポップアップ、パレットをポップアップって言って、ポップアップを表示する、カラーサークルってやると、一瞬だけカラーサークルが手元に出るようになるのでおすすめであります。で、下が戻るとかがいいですか。いいのかな、どこだっけな、セール、違う、それではありません。オプションコマンド、編集出ないな。デバイスを変えると設定しない、押さないといけないですな。ちょっと大変ですが、頑張ります。これやると、後々の作業がサクサク進むので。あれ？一つ戻るってどこです？トントン。なんとかしよう。取り消しとかだよな、戻るって。の中でも強み柔らかめってここにあると思うんですけど、それより選ぶエアブルブル滑舌が悪いエアブラシそのものを設定しちゃった方がいいです。そして一時切り替えてない方がいいです。よいしょ。あ、工程によってタブメイトのセッティングを変えていらっしゃるんでしょうかというご質問ですが、そうですね、線画と塗りで変えてます。線画の時だと変形ツールとかめちゃくちゃ使うんですが、
塗りでは使わないんだね。洗顔と塗りだけでこのタブメイトの、うん、モードを切り替えてますね。すみません、事前にやっとけよっていうな。はい、ということで僕が好きなこの滑らか水彩を使って描いてますよ。で、一時切り替えじゃなくしますよ。これクリスタ持ってると割引が効くのでとてもお安く手に入ります。このブラシサイズ上げるって知ってあんま使わないのって真珠で、手のひらとかにした手の移動、手のひら、どうしてたっけな。まあ、あ、ダメか。これが左右反転とかじゃん。全然頭が回らない。いやー、なんで風邪ひいたかって言いますとね、あれですよ、ソファーが気持ちよすぎるのが良くないんですよ。ですね、給付金を使ってですね、いいソファー買ったんですよ。自粛期間で家にいる時間が増えると思って、やっぱり家にいる間姿勢が悪くなるとやっぱ腰とか痛めるんでね、でソファを買ったわけですよ。ニトリのソファコーナーの一番前にあるやつですよ。革のもちもちのやつ、あれを買ったわけですよ。あれがね、すごくいい。何のプロモーションって全然頭が回らない。同時動作用判定ですな。よしよし、何してたかな、忘れちゃったな。これを取ります。この中がこういった表示ってなくで、ソファーで寝てしまったら本当に寒くてですね、どんなにかこう風邪ひいてたっていうことがありましたので、皆さんちゃんと布団で寝ましょうね。はい、リセットで、スマホに電話とか表示って手のひら開いてる切り替え最後入ってね、思い出した時に何とかしよう。OK です。で、ここでこう真ん中の設定したクイックアクセスをするといっぱいこう出てくるので、この時にクイックアクセス設定で編集の色調欲しいの色相サイドメイドとかを追加するとめちゃくちゃ便利。よしよしよし、これで快適。アグエモンありがとう。あ、BGM すいません、マイクあげるよりやっぱ BGM 下げた方がいいですかね。 BGM 下げます。少々待ちを。え、 BGM どこで鳴ってんだろう。あれは落ちて、いやー、申し訳ない。これか、これだな。音量下げます。どうですかね。あーういあーまろまろ、よし頑張ります。また音量とかありましたら全然止まってもください。で、やっと作業に入ります。お待たせしました。あー、追いかきができる。よし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 
うわもう30分も経っている。ポンコツ申し訳ない。では早速塗り始めたいと思います。あ、そう違いました、失礼しました。デザインをちょっと変更したんですが、この辺まだ線画してない、線画してないので線画から始めます。せせーん、から当て目つぶしとかがクイックアクセしないととても便利。ほらこのようにとても便利便利便利。あ、よしよしよし、あ、分かった。できるだけ元の仕事中の作業と同じ環境にしたいですな。よし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 、おー便利、キーカーになるととても良くない。あとこの押した回数とか押した時間で実行っていうところもあるんですけども、これ使ってらっしゃる方いらっしゃいますか？なんか反応がすごく遅くて自分あんまり使いづらい合わないなって思うんですけども、自由を無尽に駆け回ることができるわけですよ。これは素晴らしい偉大な開発であります。で、配色はハロウィンを意識してオレンジと紫中心に変更しました。どこから手もなくビルト、このボタンオープンできないかな。前回の機嫌が悪くなる現象はコメントの設定と分かったので、で音量差がでかい、申し訳ない。向こう向こうです。この今使っている前回もお話しした XP ペンイノベーター D16 というレッドの設定をここを向こうにしたいんさ、できよう。でこれで昨日みたいなことがないはずないはずであります。あ、ありがとうございます。なんか可愛い声がよく聞こえますなんて、そんなナンパの才能がありますと嬉しい、ありがとうございます。難しいなぁ。でもし時間があったらというか話題が尽きてしまったら、前回全然回答できなかったコメントがたくさんあったので、それをちょっとずつ回答できたらいいなと思いますが、果たして書きながら喋れるのかな。
その ナノキのノプラスである。普段の自分のタッチはあまり強弱は書いた後に調整すればいいかなって思ってるので、そこまで考えてないです。すいません。あ、BGM も変えるって言ったのに全然準備が間に合ってない。申し訳ないけど、この曲はアゲアゲだから良い。装飾もりもり楽しいじゃん。そんなベルトはないけど燃えればいいんだ。こういう部分にこういうクロスがこういう色味があったらいいなっていう感覚で追加してます。高校生ぐらいでめっちゃ上手い人見ると焦ってしまう現象、わかります。そう、高校生イラストコンテストとかが本当に高校生ですかっていう、すごい上手な方たくさんいらっしゃるのに恐ろしい。恐ろしい。でも最近は本当に若い人でも絵描きできる環境が整ってきたので、なんかもう小学生からペンタブ触ってますっていう人がいて、キャーするキャーと思って手足じゃないですか。もうそんな小学生の時からペンタブ使うなんて、だからもう高校生ですごい上手な人いても全然不思議はないんですけど、にしてもたまげますよね。いやー、まあ焦っていってへこまなければ大丈夫だと思うんですよ。へこむことなくてライバルであります。ライバル、良い刺激をもらって共に精進していこうと切磋琢磨できれば良いのではないでしょうか。どういう物体かわからないけれど、塗りの自分はなんとかしてくれるじゃろう。あとで自分に誰がこんな線が描いたって言われるやつですね。こんばんは、今下木マキータさん、こんばんは。やっと絵描きを始めたところであります。高校生までアナログですよね。自分だったら中学生かな、中学生でペンタブ買った気がします。いやでも全然うまくなれなくて、だからコピックが苦手すぎて逃げたというのもあります。コピック本当に難しい。戻るボタンがないんですよ、戻るボタンが。ふふふ、嬉しい。自分影描いていくタイプなのでどんどん暗くなっちゃうので、ちょっと薄めの下地を入れます。ここでマスクとか入れるとちょうどいいです。と洗濯範囲のクイックマスク、次は閉じる、はい、クイックアクセスのクイックマスク、めちゃくちゃクイック。そうですね、時間短縮技をいっぱい覚えるとモチベーションコントロールできるかもしれないですって前回の質問の続きなんですけど、続きというか補足、思いついたんですけど、
すいません、あの記憶力が悪いので、昨日答えた回答と同じこと何回もいいかもしれないです。すいませんね。はみ出る線画が、線画がはみ出ちゃう。アナログでトーンとかめっちゃ買ってました。あ、すごい。自分もトーン買ったんですけど、全然もうあれ貼れな、うまく貼れなくて投げ出しました。なんか何人かのイラストレーター先生のミーティングで、今の子トーンを切って貼るということ知らないんじゃないかって言われて、トーンはカッターで切って貼ってた時代があるんです。皆さんご存知です？自分も 1,2 回やってこれはダメだと思って諦めた経験がありますね。難しいですよ本当に。ピックはいいですよね。ピックは多分あれですよ、印刷物にした時に入るんじゃないでしょうか、水彩とか色。だからコミックの現場でよく使われるのかななんて勝手に思っておりますが、ですよね。フリーなんですよ。前回アーカイブ用に編集したのをそのままコピーして概要欄作ったんで、一番下あたりにリンクがあるのではないかと思います。ぜひぜひ来てくださいまし。そうしますなぁ。皆さんも加湿器つけてくださいね。加湿器大事ですよ。地元東北の方、東北じゃないや、北陸の方なんで、加湿器をつける文化があんまなくって、いや北陸だからか、うちの家庭がかなくって、加湿器つけないとこんなにしんどいんだってびっくりしましたよ。皆さんも加湿器つけてくださいな。にこの線画を消す。あ、わかった。ここはスポイトにしてたな。自分はトップメイト。手のひら。スポイト。それ色変更。シ。スポイト。表示書から拾う。まだ YouTube アイコンが今まで一番出来だけど全然見てもらえない。本心の出来ってなかなか見ていただけないことがある。みんな見てこの方の言い方見てください。いやー素敵です。サムネ映えするというかアイコン映えする素晴らしい出来だと思います。いやー、あ、なんですかね、見てもらえないっていうのは。共感を得るとか、あと色彩が、ちっちゃいサムネになっても目に留まりやすいとか、あとはいろんなテクニックがあるみたいですね。話題に乗った、題材を扱うとか、
自分も本当にその辺は日々悩みがちなところなんです。ちょっとさ、一本一本効果じゃないですか、なかなか。だから自分あんまり本数変えなくって、すぐ色鉛筆とかに移行しちゃったんですが、いやでもあれいっぱい揃ってたらいいな。中学、違う、あれ高校だ、高校、あ違う、中学校かもしれない、高校か中学校の美術室にコピックがすげー種類揃ってたんですよ。いやいいなと思って、そういう美術部とか共有の画材として扱うならね、効果でもそこそこ集められますよね。これはこれはポチであります。はい、表示したポチタートリック、よしよしよし、やっと塗りに入りますよ。ちい先生のキャラの衣装デザインセンス良すぎてありがとうございます。嬉しい嬉しい。その完成イメージをしないままこう書き始めて、書いて直して書いて直してというやり方でやっているので、全然スマートじゃないんですが嬉しい。これ触った時に、よし、塗りたいと思います。肌の塗りが好き。好きでやる。何塗りか。ちょっと赤っぽくしたい。そう。赤っぽくして。色彩はやっぱり、液タブよりは私 iPad の方が好きですな。iPad をこうサイドカーっていう設定にして、液タブみたいにあのパソコンの画面を映す設定で使ってるんですが、それだと画面がめちゃくちゃ綺麗で明るくていいビジュアル、 4K だし、だからなかなか液タブに移行はできない。ああはみ出してる、あクリップしてないタイプな。光源どうしようかな。光源3人いるので、3人いて全員こっちからがいいかしら、こうかしら、後ろ後ろ後ろ感情、ちょっと後ろから、これが前回の終了の時の衣装で、ビフォーアフターであります。おしゃれになった気がする。はい、マキタさんこんばんは、いつも動画拝見させていただきます、ありがとうございます。こんばんは、始めました、始めました、ありがとうございます。昨日マウスで描いたら発揮します。この辺はちょっと邪魔なので、フォルダにまとめて、あ、消さない方が多分いいと思います、怖いので。あ、これしないのか、表示で、で、で、肌の続きです。何か質問とありました、お気軽にどうぞ。今日一日中寝てて頭ポケッとしてるんで、いつもよりキレがないです、まあいつもキレないですけど、キレがないので。それだって答えが出ないかもしれない。
ぱり再びよりこの放送を iMac で見ているんですが、 iMac の方が綺麗に見えちゃうな。このセッティをですな、ラスキー場これを教えてもらったんですけど、この消しゴムの固め、標準の固めっていうのを消して、このスパナのマークで設定開いて、サブチュール、サブツール詳細というウィンドウを開きまして、ブラシ形状の水彩か鉛筆にすると、鉛筆にブラシ形状適用ですると、消しゴムがなんと滑らかになります。滑らか消しゴムになります。太さも調整できます。ブラシの音も調整できます。手振り補正も調整できます。なんと滑らか消しゴムができました。これでジャギジャギしませんよ。なんて便利。細いところは生毛モノブラシ使って、太いところは余肌ブラシ使ってます。あ、そうだ、昨日じゃね、前回お化粧したいっていう話をしました、ね、化粧しよう、後から修正したかった、私今ちょっと直そう、もっと浅いはず、浅いはずであります。中通りだから、ちょっと黒桁を貫き入れよう。違う、これハザレイヤーに書いてるじゃないですか。ポンコツ、ごめんなさい。インガレイヤーに、シワとかやっぱり本物の服とか参考にしてますか？あんまりしてないあんまりしてないんですよ。もちろんした方がいいんですけれども、なんかシワの描き方の本を買ってはないんですけど、職場とかであって何回か読んで、こういう構造ならこういうシワができるっていうのを覚えちゃって、手癖で描いちゃってるところが多いですね。本物見て参考にした方がいいですけど、ですね、本物見た方がいいですね。一回本物見て練習しよう。分の良しはして、描き心地やイラストの時は結構変わってしまうものですか？いや、とても変わりますめちゃくちゃ変わります。いやー、私もあまり機材を変えてなかったんでそんな変わんないだろうと思ってたんですけど、変わりますね、結構変わりますね。あんまり安価で、示唆、ペンをタッチしたところと、反映される絵の部分が違うっていう精度のものもありまして、それはちょっと大変ですね。そういうのも見たらいいと思いますし、あと選び方の動画を上げてらっしゃるイラストレーター先生もいますので、エキタブ選び方みたいなググるのもとてもいいと思います。
キージとかフルラミネーション加工とかいろんなこう選ぶ基準がありますので、その辺りも調べながら選ぶのがいいんですが、大変なんですよね、それが、もしかしてゴーって言っても自分の空気清浄機かもしれません。止めます。環境めちゃくちゃ広い、すげえいいマイクなので失礼しました。椅子がカーペットに絡まりました。ノートパソコンで書いている水がどうしても色彩が思ったよりも濃くなってしまう水がどうしたらいいんでしょう。難しいですよね。その辺のね、機材関係のことは本当に自分も難しくて勉強しつつ、機材担当のアブさんに相談しつつなんですが、もともとそういうなんか色味の特徴の強いノートパソコンもあるんですよね。 iPhone はちょっと黄色かったり青かったりするスマホもあったり、とこの運動の違います、表示カラープロファイルプレミアの設定というところで、このプロファイルがスコッパって、これによってもほんと違うので、パコン SRGBIEC61966 の 1.2 というのにするといいとは言われたんですが、それも一緒によっても違う話ですしね、ちょっと勉強してちゃんと口でお伝えできるようにします。すいません、今のところちゃんと説明できなくて、まあ、そうなんですよ、インターネットだいぶ違うなんて、そんな恐ろしいことがあるんですよ。さすがです。ありがとうございます。いやでも、それ大学でめちゃくちゃ怒られました。学生で書くんじゃない。うまくあなたは細かさを知っているから、こう書いたらこう見られるだろう程度で終わっている。それがペンに見えますよって言われて、何でしたと思って。分かる人に分かっちゃうんですよ。iPad いいですよっていう動画をね、この前原稿書いたんで、早く動画飛ばしたい。 iPad のすすめ、 iPad 信者の私が iPad について語る、アグさんと一緒に語る。わかんないので、いろいろご提供いただいているものを使ってみてはいます。このイノベーター16 XP ペンさんのはいいですね。全然遅延があるものもあるんですけど、シュって書いたらすごい遅れて描写されるみたいなのもあるらしいんですが、そういう不便さは全然ないです。
そう、水水水曜日ですからね。皆さんもご無理なさず、相変わらずは残す予定ですので、ぜひぜひ、ゆっくりお休みください。そして風邪をひかないようになさってください。寒いので、もう冬用の布団出した方がいいですよね。経験者を語る。そうです。それも範囲の一つですな。自分は冬用、夏用の、あれです。クール。白駒。クールお布団みたいの使ってたから風邪ひいたんですが、これもいけないですが、ユニオン布団出しましょう、アンチャッターにぬりさできやすく、私の動画のマネックしてみたんですが、あんまりうまくできません。念の修行の仕方などありますでしょうか。アンチャッターにぬり難しい、あ、ゆうり本当難しい、本当難しいのに尊敬しますが、それじゃ満足ならないと。なるほど。自分はあれ、いろんなこうソシャゲの塗り真似したりもしました。グラブルとか模写しました、そしたらやっぱ気づいたこともいっぱいありますし、あと塗りは修行するときに好きなイラストを保存しちゃって、それは公開したりしたらダメなんですけど、保存しちゃってスポイトで色拾ってみて、どういうこういうアラサークルの中でどういう色使ってるか、目指してるイラストリーターさんはどういうところの色使ってるのかっていう勉強もすごく身になるの、参考になりますので、おすすめであります、そんなサイズ低い色使ってんのってびっくりしたこともありますし、水がうまい、水とストライムに、すいません、ヘムルとこのズレ気になりますが、こだわりとか言ってたら飲むとちょっと気になっちゃう、気になっちゃうから、そう、臭いな、そう、昨日ここがこだわりですって言ったの、見てる人が見てない、見てませんように。ちょっと気になるところ出てきますからね。全然本着説というか、気になったら気になった分だけ直した方がいいと思います。だからプロの現場では彩色ラフなどと恐ろしいものがあるんですけども、色を塗った状態のラフというものがあって、じゃないとやっぱり顔がに印象が変わっちゃったりするとこもあるので、色塗らないと分かんないから、色塗ったら提出することもありますので、これは現場でも使われているように塗らないと印象が分からないので、塗ってみて印象が違ったらどんどん直すべきと思います。iPad で書いてる人間なので、 iPad 動画楽しみにしてます。どうしよう、どうしがいたぞ。iPad いいですよね。なんて言っても画面が綺麗なんですよね、 Mac 製品は。明るいし 4K だし安いし。おぬぬめです。だから本当にもっと大きい iPad だったらベストなんですけどね。ちょっと髪がちっちゃいのがネックですな。だから何回かこのワーコムの試し書きができるエキタブコーナーに通い詰めて、本当にこれでいいのかじっくり吟味している段階であります。レイヤー大きいと分かんなかったじゃん。全部一緒にしようかな。あ、英語の方すいません。前回も英語読めなくて、そう、台湾の方からファンですって言ってくださるコメントとかあって、あ、よー、その時読んで、会社伝えられなくて申し訳ないと思ったんですけど、
いやありがたいありがたい、海外の方ありがとうございます。そうですね、いいわな、共通言語なんてな、うんうん、えでな、国境を越えたな、ハートがつながるのですよ、うんうん、ピースです。ラストレーティングオブピース、うん、ちょっと黙ります、すいません、英語下手なんで黙ります。あー、液晶がやっぱいつもと違ってちょっと難しいですな。完全録音でもイラストレーターとして働け者なのでしょうか。働けます、ダダーン。どうでしょう、自分が画塾で学んだデッサンが独学に入らないって言われたらちょっとそこまでなんですけど、自分はある程度は独学なんで、いや全然問題ないですよ。まあ Google 先生とか YouTube 先生のおかげで、すごい価値のある情報が無料で開示されている世の中になったので、ネットにある情報だけでも全然勉強ができますし、全然できます。もちろん学校に行ってこう写実的な絵画とか勉強されて、それを活かすいらっしゃるイラストレーターさんもいらっしゃいますが、じゃないからなれないってことはないです、うんうん、どのくらい影重ねてたかな、ここで一瞬しようかな、やめよう、うん、は、22時過ぎている、ちょっと一旦休憩しますが、今日はまあ遅くまでできないので5分後とか、私の時計で申し訳ないんですが11時12時16分に戻ってまいりますので、ちょっと休憩取らせていただきます。よいしょよいしょ。塗りつぶし休憩。字がさ、自分の放送を見返したとき超汚いなと思って、ちゃんと綺麗に書き直そうと思いました。休憩ってどこでしたっけ、暇でしたっけ、暇って休暇ですよね、
ただいまであります。ただいま戻りました。ちょっと遅刻しました。すみませんでした。で戻ります。作業に戻ります。今木田さんもいらっしゃい、いらっしゃい。初めての方もいらっしゃいます。ご質問とか音量とか何かございましたらお待ちください。プチュライがどういう特徴の色味になるのかまだ把握できてないからちょっと怖いですな。特徴が分かったらちょっと普段より彩度高めにとかできるんですけど、勉強不足。あ、アグエモンに聞かないと分からない。こんばんは、こんにちは、こんばんは。じゃあ進んでますかね。そう、さっきまでグダグダしてて、グダグダ？グダグダじゃないです。ちゃんと自分は放送を全ういたしました。うんうん、放送を全うしつつ、ちょうど30分ぐらいしか書いてないんですけれども、そうだそうだ、この辺のデザインはみんな見てないうちにやっちゃったんです。申し訳ない。こんばんは、まるまるの中で、すごく素敵です。応援してます。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいよ。泣いちゃうよ。だね、今日は熱でテンションがおかしいので、ちょっと余計な話はしないかもしれない。後から放送を見返してカットしたくなっちゃうので。咳とかの肺にかかる症状はないんで、多分感染症ではないと思うんですが、自粛します。夏のパリピの衣装で化粧しようとして消したところがあったと思うんですけど、まさきくんがあんまり似合わないのかな、液晶が。
ャラにあんまり似合わない。そんなことない、衣装によりきりでした。いい感じでは、いい感じでは、いい感じではと思いつつも目尻があんまり映らない感がたまった私。顔抜いたいと思います。顔というか目、お前最高じゃねえかめちゃくちゃ作業が早くなりますな。いやー、タブミートいいですな。クリスタルの民なら皆さんぜひタブミート、タブミート以外にも多分左手ソフトいっぱいあるんで、数ある左手ソフトの中からタブミートっていうわけでなくて、何かしら左手ツールがあれば多分それで素晴らしいと思うんですけど、いやー左手ツール痛いですな。人間に腕が2本あるのは多分このためなんですな。絵を描くためなんですな。ちょっとしんどそうです。あれ、風邪気味でですか。そうですね、暑いです。暑いのか寒いのかわからないです。いや、皆さん真似しないで、風邪ひいたら休んでほしいんですが、自分は多分放送しなくても絵を描くと思うんで、放送しちゃいいと思っていやー、暑い、暑いのか寒いのか。いや、季節の変わり目とお盆と年末は絶対に風邪ひくんですよ。困ります。不節制ですかね。ギツール気になってらっしゃる方、クリスタル使ってらっしゃる方、いやー、いいでしょうな、いいでしょうな。作業が早い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 。昨日と自分の描く速さが違うのが皆さんに分かると思います。調子良くないか。目がいい感じになっている。ほー、楽しいいつもより上手では。どうした、野田丸さん。この子って身ちっちゃいですよね。多分皆さんの自分のことを女性向けの絵の方から知ってくださったんじゃないかなと思うんですけど、最初は本当に女の子ばっか描いて男性向けの売り方を一生懸命考えてたんですけれども、その時から女性向けの絵に移行した時は目がちっちゃくて描き込みが多すぎると目ギョンギョンのキラキラになって、あ、これかっこよくないってなってすごい悩んだ時期がありましたね。でもたくさんのかっこいい絵を描かれる方を勉強して、こう描き込みが少なくても目が綺麗に見える努力をした方がいいんだなって思いましたな。目でかい、まさきくんがいつもよりちょっと目でかいかもしれない。なるほど、3発効果レイヤーにしたとき、レイヤーホルダー通過にしないと下に透けないのでご注意であります。ほんとこれに最初知らなくて、なんでならないのってなって透けてんかった記憶があります。
楽しいぞ、一番楽しいぞ。フリーライト入れます。いやー入れちゃったー入れちゃったー、いやー見えなかった。ハイライト職人になりたいですな。皆さんの解体にこうハイライトを足していくという、ハイライト職人超楽しそうじゃないですか。冒涜極まりないですか。ハイライト書いた人を入れるべきですが、ハイライトを入れまくる作業めっちゃ楽しそう。よしよしよし。おーおーおー、感じでは感じでは。はい、次まつげ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 をかけます。あー線画で頑張っているので作業少なそうですな。こんばんは。体調大丈夫でしょうか。無理されずにということで、やすじありがとうございます。あんまり良くないいやもうほんと風邪ひいたら寝るに限るんですけど、今日は多分ちょっと早めに終わりたいと思いつつも、キリが良くないし楽しいし、やめられない、止められない。諸姫いたりなのね。もう結構やめられない、止まらないですけど、昔自分子供の頃にあったコパンというお菓子がどうしても忘れられないんですけど、あれ生産中止になったらしくてめちゃくちゃ悲しいんですよ。コパンコパンなんとかなんとか、ニャ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 っていうCMだったんですけど、あれ生産再開していかないですかね。ご存知です、コパン。あや中毒性高いです。うん、化粧あるときは肌色拾わない方がいいですな。マルチ寝てますね。カメラの位置変えます。カシカシ、マルチ起きろよ。僕頑張ってるんですから、マルチ起きてください。よいしょ。ここでどうだ。あーダメだな。いやー絵を描く、ゲーム配信だと前向いてるんですけど、いやー絵描き配信だと下向いちゃうんで、絵描き配信の時なんかこう考えた方がいいですよな。困りがち。マルチ目を開けてくれ。開けよマルチ。絶対落ちるなこのカメラの位置を。難しい。ういうい、いろいろ混線している線が機材か。マルチイラストにします。諦め気味だ。なんか実況者さんとかで、あやめようやめよう、こういう裏の話するのやめよう。イラストいい感じのこう動画とか自負使ってらっしゃる方いらっしゃって、それも真似するのもいいな。姿勢を良くしよう、姿勢を良くします。よしよし、こうやっていいとは。憑依しました。
明日早い方、お疲れ様です。今日は明日早い方多いですね。木曜日、木曜日はお忙しいですよな。無理せずアーカイブ残すんでって何回も言ってますから、アーカイブを残すんで、アーカイブ残すんで、アーカイブ残すんで。コパンのつくし、あ、コパンご存知ですか。本当あれもう最初食べた時こうちょっと薬かと思いました。もう中毒性高すぎてびっくりしましたよ。生産再開してほしい。肌のり方ものすごく好みです。ありがとうございます。何かコツとかありますか。割と硬くなるように影はカクカクして、あとこういうかこの影の縁をこうに影塗るみたいな、影の縁取りを描くぐらいの手間で抑えてまして、あと顔とかあんまり立体的になりすぎないように気をつけたりもしてますね。でも自分が立体的にならないように気をつけると、皆さんが立体的にならないように気をつけると多分ちょっと違うと思うな。だから言い方が良くないな。平面的になるように意識しつつ塗ってはいますが、伝わるかな。顔はあんまり影を落としすぎると暗い顔になっちゃうので、あの髪のすぐ下ぐらいだけ落ち影落とすみたいなことも考えてますね。あとこういう筆の跡はできるだけ残したタッチにしたいなと思ってます。好みの問題なんですが、目の周りのこの辺りとかしかあんまり描き込まないとかですかね。あとハイライト忘れてましたな。すごい見たことのない言語のコメントです。なんて読むんですか。ちょっと翻訳してみます。iPad ですよ。 iPad そのままだと多分容量が足りなくてすぐ落ちちゃうんですけど、あれです、サイドカーっていう設定にして、セカンドモニターみたいな設定にできるんですよ。それしたらパソコンの容量スペックのまま板ザボみたいに使えるんで、その使い方するとめちゃくちゃいいです。アップル製品は液晶が綺麗なので、それに慣れちゃうと本当にどの液タブにしようか決まらないんですよ。本当大きいの欲しいんです。iPad いいですよ。 iPad びっくりしないでください。 iPad いいんですって。必死。最近コパン見ないですよね。悲しい。そう、自分も最近見ないなと思ってググったら生産停止になりました。悲しい。あとなんかそこまで類似した商品ないですよね。なんかちょっと似てるのあったんですけど、軽すぎるなんか食感が軽すぎて柔らかすぎて違う、類似品にしてもこれはコパンにとって変われる存在ってないっていうのがありまして、
きてほしい。寝ててもマロチがまだ寝てる。マロチ寝てます。マロチ寝ないでくれよ。やっぱりちょっとメタメタしい話になりますが、お絵かきしているモーション録画して繰り返し再生とかした方がなんかいつかちょっとどうしよう。なんか放送用ツールでちょっとマロチが書いてくれて、こうタッチに合わせて書いてるモーションがつくっていう配信ツールがあってすげえと思ったんですけど、作業画面の方が見にくくなっちゃうという欠点があり保留です。使用するかどうかは保留中です。マロチも声かけも立てたい。いろんな配信者さんの参考にしたいと思います。マロチ水拳の使いってなんで、多分寝てる間に描いてるんですか。質問にお答えていただきありがとうございます。しっかりと使います。伝わりました。男性と女性で見方を変えてるんですね。さすがです。ありがとうございます。男性と女性というより男性向けと女性向けって感じです。多分女性向けの男性と男性の見方多分寄せます。あ、そうですそうです。面白い話がありまして、男性と女性だと色味の認識がちょっと違うらしくって、あの 目の映り方とかじゃなくて脳の処理の仕方がちょっと違って、男性の方がなんか色の微妙な差異を見分けられないらしいんですよ。あ、なんかほら図あるじゃないですか。女性は パープルを一言で言ってもいろんなパープルが認識できる。だから自分は男性向けの絵を描くときは彩度ギョンギョンに上げて、あんまり微妙な色味を使わないようにしたいなと思ってます。逆に女性向けは結構彩度低くても低い方がいいし、微妙なニュアンスも伝わりやすいので微妙な色使ってますね。サイド低めに使ってます。面白いでしょう。それがうまくいってるかどうかはちょっと謎ですが、ちょっとタブミートの反応が鈍いな。線がガウスぼかししたら汚くなる。線がガウ…線…あ、どこでしょう。全部ですか。コピーしてガウスぼかして乗算のとこですかね。あ、そう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 、ちょっと前に同じ方質問してくださったのをスルーしちゃってますね。下地に洗濯範囲で色つけるとき線の上まで塗りますか。塗りたいと思っていますが時々サボります。そうそうそうですそうです。できるだけ下まで塗った方がいいんですけど、ちょっと今ちょっと線画を非表示にしよう。線画を非表示、こういうところは本当は潰した方がいいんですが、できる限りこういうとことか下まで敷き、線画の下まで敷けるようにしたいんですよ。一番外側もできるだけこう真ん中ぐらいまでは下地敷きたいなと思ってます。思ってるのとやってるのが違います。ちょっとね
これ言っていいのか、言っていいかな。ネットに上げるのが目的の絵の時はちょっと抜き感を出そうかなって思って、わざと完成しきったそういう細かいところピッチリするとか、こういうここがさついたところはできるだけ残そうかなって思ってます。なんかそっちの方が皆さん親しみやすいのかなって SNS 見て思ってて、完成しつくされると多分あれでしょう、広告とかに埋もれちゃってあんまりこう印象に止まらないというか。カメレアの他もちょっと抜け感を出せるようにしたいなっていう言い訳この辺の立体感も足りないですな。iPad エディターみたいにできるんですね。知らなかった。やってみます。もしかしたらこれあれ、Mac でしかできない可能性があります。ちょっと一旦調べてみます。Mac 同士はそういうなんかサイドカーとか数画面にするとかデータを送るとかは親切設計なんですけど、違うデバイスになると途端にこうなんか上位運動のように他のデバイスは受け付けみたいなことになっちゃう。ちょ、Apple 製品ちょっと冷たいんですけど、 Windows だともしかしたらあれかもしれない、やる方法が違うかもしれないです。すいません。こんなもんかしら。ちょっと気になったら青色入れます。そう、厚塗りのあれです、何でしたっけ、ミーティング見てて覚えたんですけど、お化粧するときに白いハイライト入れるじゃないですか。それと似たような位置にさ青色入れるといいよって言いました。こういうとこ、いい気がする。いいことにします。で、ビリビリ、ちょっともうちょっと白目、白い方がいいですな。こんばんは、北さんもこんばんは、こんばんは。いつも俺、覇気がないので、いつもはもっと元気あります、多分。てるんです、白目にまつげの、まつげの影つけるのハマってる。あ、合彩書き忘れました。あ、さっきのペルシア語でした。音声聞くとヘイって言ったので挨拶みたいな感じ。あ、ペルシアからお越し。あ、ペルシア、すごいな。はい、ヘイ。
クローバルモノマル。モノマルって名前は海外だと違う発音するんですかね。どうなんですかね。自分に本名の方は中国だと違う読み方するらしいんですが、ペンネームって違う読み方するのかな。勉強しよう、ちゃんと勉強しよう。グローバル化するために勉強します。なくても行きました。あまり見えないけど、もうちょっと下げる。開けた方がいいな。これを見にしよう。うん、感じてあります。いろいろ忘れている。反射を入れますよ。そうです、そうです。女性向き、男性向きって感じです。でも男の子、女の子も違うかな。ちょっとは違うと思います。うん、すいません、もっと説明できず。前回の方がキレッキレのトークができてた。うんうん。まあ、風邪だからしょうがないです。ウィング風邪菌のせいです。あと妖怪のせいです。って言ってギョンギョンに目をかき込んでいる私。作業を下げれば大丈夫なんです。うー、なんだ、どうした。影分身の術だ。下のレイヤーと結合をクイックアクセスに追加。追加できてないじゃないじゃん。追加。ではあとの絵でトリミング用の黒い枠面材の上がったと思うんですけど、どうやって言っているんですか。これはですね、あの前回の冒頭でお話ししたんですけど、これですよね。これ手動なんですよ。まず各範囲に白い長方形描写図で白描くじゃないですか。でるん、でいいやつ、熱くなくていいや。編集レイヤーのみ参照選択っていう自動選択ツールでポチッていったら、その外側を選択されるので、別レイヤーで黒色をズシュッと塗りつぶしまして、白いとこを消しまして、透明度を下げるとこのようになります。ただ自分で作ったただの目安なんで、特殊な機能とかじゃないんです。これはいいですよ。このと 黒い透明度を上げると完成図がイメージしやすいので、
ディグリ。グディグリ。でも追いかけしたい。白目がちょっと目立ちすぎるのでサイドを投げます。メイド下げます。下島さっきちょっとメイド上げたんですが下げます。視聴が薄くなりましたな。ちょっと境目も向けるじゃなくて肌色入れちゃいましょう。こんな感じでか。よっしゃっす。ツイスターの様子など見てもらったんですか。先生のこのセンス最高です。最高です。ありがとうございます。もうあれですよ、自分の欲望に忠実にですよ。こんなアドバイスでいいのか。嬉しいです。いや、推しに好きな服着せたくていいですな。昔からのパンクファッションとか、あとはゴスロリとかすごい好きで、キラっていうほら雑誌とか、ゴシックロリータバイブルっていう雑誌というか、あれは雑誌ではあるんですが、なんかハンドメイドの雑誌とか、あとスチームパンクの東宝、スチームパンクのこう連載雑誌みたいなのも、そういうのも読んでて、そういうとこからの趣味が出てきてしまっているのかもしれません。ああいうスチームパンクの資料とかはビレ版に豊富にあってとてもいいですよ。あ、そう、前回言ってなかったんですが、衣装のこう引き出しを増やす方法、お聞きいただいた時とかに言い忘れたんですが、あれです、コーディネートサイト、なんか視聴者さんが一般の方とかが投稿できるコーディネートサイトがありまして、ゾゾタウンのサイトから飛んだんですけど、そこもすごくセンスありますし勉強になりますし、おすすめです。メッシュ難しいな。ジョーダンリーヤーであんまり描きたくないんですよね。どうしましょう。ジョーダンリーヤーか。ジョーダンリーヤーってあんまり色味のコントロールが難しいので、あんまり得意じゃないんですが、上山逃げてきます。シュシュシュ、難しい。やりながら自分の今ところどころ真似っこしてるんですが、すごい可愛いです、すごいです、可愛い。ちがじさん素晴らしい、見たい見たい、可愛い映画見たいありがとう、よかったです、ありがとうございます。なんかそう言っていただけの本当に嬉しいです。いやー、いいです。自分の絵はどんどん褒めていきましょう。自分の絵を褒めるのが恥ずかしいという風潮は良くない。自分の絵を褒めていきます。自分のね、好みや性癖、自分が一番理解してんでね。忠実にね、描いてあげるのがいいでしょ。まあ、何度でもご質問いただけて本当に嬉しいです。まあ、最初なので何にも服を着ていなく人を描くと思うんですけど、どうしても描いてなくて、あとドレス素材ばっか使ってます。ドレス素材を私使えなくって、それ逆にそれもすごいなと思うんですけど、
賃貸は難しいですな。あ、どうだったかな、私も手癖が身につく頃、最初からなんか服から書くっていうのができなかったから、逆にそっちの方向の方が難しいかな。服から書くというわけではないですかね。楽しいですよ楽しいのでぜひやってみてほしいっていうのと、難しいんですよね、楽しいとかじゃなくて。うまくいかない、うまくいかないですか。反応ばかし。素材でも全然大丈夫だと思いますし、それもしかして覚える方法もあると思いますし、あと好きなポーズを真似して描いてみるのもいいと思いますし、パーツ分け大事だったと思います。あの人体をこう関節人形のように捉えて肉体でなくても、服着せるんだったら関節人形でも全然大丈夫だと思いますし、あ、そうそう、関節人形といえばよくあるあのデッサン人形の見たことありますかね。でもあれあんまりリアルすぎてツイートできないからツイッターではあんまり見れないかもしれないですけど、なんかリアルなゴムのデッサン人形がございまして、あれすごく勉強になります。あれ持ってます、2体男女2体持ってるんですけど、あれを 見ながら描くのもいいですよ。あれ何がすごいって、人体の解説では曲がらない角度には絶対曲がらないんですよ。あれすごいですよ。あれ作った人は神です。多分人間作ったことあるタイプの神ですよ。デグタ出るかな、デッサン人形とかデグタ出るかな。もうリアルな人体なんで写してはいけないかもしれないんです。違う、このロボロボしいのは出なくていい。ロボロボしいのもめっちゃ萌えですけど、ゴムのやつです。この関節が外から見えないタイプの、ゴムなのか、そもそも。進めランキング集合式、移動式じゃなく、これもいいですけど、あ、そうですね、あの人体を描くデッサン練習としては全然問題ないですけど、シームレスでリアリティ抜群。だいだ、アダルト商品分離されてしまったじゃあちょっとリンク貼れないんですけどリアルなデッサン人形があってそれ使ってるんですけど、超おすすめです。いや、アダルトではないです。デッサンです、ヌードです。の方でもトリスト台使ってる方いらっしゃいますし、あとあれです、あのクリスタの 3D 人形はどんどん使う場面がありますし、だからそんなに清いことはないと思います。それで描けたら素晴らしいですし、慣れてて慣れ
だんだん慣れてきて自分の好きなポーズを描くための素材がないってなってからの練習でも全然大丈夫だと思います。何かこのこれをやってるから下手な証だみたいなことはないですよ。考えすぎ？読みすぎですか？自分そんなこと言ってないのに自分がそういうこと言うの失礼です。服パッドみたいなのもまらさんの言ってすぐわかりました。え、本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。いやー、引き出しが少ない、恥ずかしい。いつかこうギョンギョンのゴスロリとかを描きたい。いや本当にあの中学2年生のあの富士の病を患う時にあれです、安全ピンとかめちゃくちゃ好きで、でかい安全ピンを文房具屋さんで買って服に刺したりしてました。あー恥ずかしい、黒歴史。いやでもそれは2次元でやるとかっこいいです。3次元でやるとちょっとあたたたたたってなりますけど、2次元でやる分には皆さんに褒めていただけるってね、まああれは良い経験でしたな。どこにどのレイヤー機能を使えばいいのか分かりなくなります。すごい分かります、めちゃくちゃ分かります。そう、あのレイヤー機能の一覧みたいなの見てもさ全然分からなくないですか？難しくないですか？覚えられない。だからちょっと明るくしたい時にスクリーンレイヤー加算レイヤーで、暗くしたい時に上段レイヤーぐらいの認識でいいんじゃないでしょうか。だんだん慣れてきたらですか、オーバーレイは再度上げたいときとか、明るい色を使いたいときとか、慣れてきたら追加するぐらいで全然いいと思います。本当に使い分けは私も難しくって、いつも同じレイヤーばっかり使ってるんです。難しい。まあいろんなレイヤー使っても最後に加工とかで潰れちゃいますし、お寿司。感じであります。最近ハマってるんですけど、髪のこう影をさ長いストロークにするとちょっとセクシーというか色っぽくないですか？こんばんは、こんばんは、こんばんは。23時過ぎたけど今ちょっと元気なんで、まだ続けてやります。あー皆さんは全然休憩してくださいます。もうこんな時間が経ってしまった。早く寝なきゃと思いながら、楽しくて塗りは楽しくてずっとやってしまう。影ってどう書けばいい？何で書いてるんですか？影、レイヤーですかね。私普段あまり上段レイヤーできるだけ使いたくないなって思ってて、できるだけ通常レイヤーで書いて色味を細かく調整できるようにしてますが、ハイライト、ハイライト、ハイライト、そういうことじゃないですかね。天使のツヤリング、天使のツヤリングって商標登録されてる名前ですかね。私言っても大丈夫ですかね。天使のツヤリング、天使のツヤリング、シュシュ、ちょっと調べよう。3次元で欲望を満たしているんですね。言い方がすごい。あ、3次元で満たしたいけど2次元で満たしましょう。いいのかそれで、すごい言い方、ちょっと誤解しか招かない言い方です。恐ろしい、恐ろしい。塗りとかってしますか？仕事で何回かやったことありますが、普段はちょっと時間かかりすぎるのでやりません。
と厚塗りが上手な人を前にすると、自分なりに厚塗り頑張ったんですよって言ったら、え、これでって言われました。悔しい。いやー、厚塗り難しいですよね。多分自分にあまり合ってなくて、自分ズボラに見えてどうしても几帳面なところもあるので、厚塗りをすると多分あのあれです、いつまでも終わらないってなんていう言葉使えばいいでしたっけ、再現がない、終わりがなくなっちゃうので、多分線が引いて手順を決めて塗った方が自分には合ってるんじゃないかなと思って、いいわけ厚塗りじゃない塗り方を極めようと頑張っております。レッサー人形いいですね。何、服を着せるのが得意じゃない、もしや服を着せない、あ、なるほど、いいと思います。ツヤありがとうございます。でもツヤ後でちょっと明度下げますけど、そう、この絵ダイジェスト動画出そうと思ったんですけど、録画を忘れてしまって、ちょっと難しいかもしれないです。多分こっちのもう2人いるので、そっちの人を描いた時から録画開始しようかなって思います。多分コメントが被ってない動画もあった方がいいですよね。そう思ってたのに録画を忘れるという暴挙。この配信の設備を起動した状態で録画しても、果たして自分のパソコンは爆発しないのか、一回実験してみないとわからないのですが、もし爆発しなかったら他の2人でダイジェスト動画作りたいと思います。こんばんは、こんばんは。Hello, love you. Oh, yeah. Yeah, yeah. I'm happy. So, fine, fine. Thank you. 小学生英語レベル。すいません。パッパがさ、私のリアルパッパが、あの英語を勉強してるんだって言ってすげえ自慢してくるんですよ。なんか毎朝5時半に起きて海外の人たちと音声通話して英会話を勉強してるんだぜってすごい邪魔、時間に電話するために自慢してくるんですけど、そうだな、自分もワールドワイドなイラストレーターを目指すんなら英語は勉強した方がいいなと思いつつ身の回りに英語をしゃべる人がいないから、なかなか使う機会がなくて見つかないですよね。放送のたんびに練習すればいいですかね。そしたらちょっとずつでも覚えられますかね。今日はコメント返信の英語から覚えましょう。 Hey, hello. My name is Nanamaro. Yeah. Japanese illustrator. Yeah. Yeah っていらないですか。いらないか、おー、今日は一つ英語覚えましたよ。着実に進歩しておりますよ。あ、今寝る方おやすみなさい。絵を描くとき難しいところは、難しいところ、全部難しいですけど、
全部難しいですけど、一番と言われると難しいですな、難しいですな。どこだろう。やっぱりデッサンと絵作りとかですかね。図像を描きたいものをいっぱい描くようになって、こういう風な絵を描きたいなっていうのを形にできるようになったんですけど、多分その描きたい絵を考える過程で魅力的な構図とか構想が練れてないのかなってちょっと思ってますので、人から見て魅力的にできる絵はっていう分析が一番難しいかもしれないです。難しい、勉強中の身であります。そういうのを理論的に考えられるんだったら多分強いんでしょうね。影どう描きますか。髪はダメだー、欲しい方の頭が悪い。どう描く、どう描く、どう描く、難しい質問ですな。光源を、光源を意識しながら、面、光源と面を意識しながら描きます。これが一番それっぽい答えだけど多分伝わらないね。あ、光源こっち、この矢印、このショル、これ矢印なんですよ本当は。ちょっとなんか降り注いできた変な汁とかじゃなくて矢印なんですけど、これ光源なんで、こっち側に光が集まるように塗っておりますよ。ツヤツヤすぎる。そう、パパバイタリティお化けなんですよ。歳になっても学ぶことを忘れたくはないですな。でも娘に電話するために自慢するのは良くないですな。この放送聞いてたらどうしよう。全部難しい、わからない、でも楽しいってなりながら絵を描いてます。わー、一緒です、一緒です。楽しいですよね、難しいけど楽しいですよね。楽しい心を忘れなければ上達しますよ。なんかつやつやしすぎちゃった。影を上からかぶせます。
男の子と女の子どっちが米が好きですか？どっちが好きなんですよ。それがどっちも好きなんですよ。男女をなんか描くときに魅力的に描くコツがいろいろありまして、どっちも楽しい。女の子描くときは女の子らしい仕草とか、あと体の作りが違うので女の子の方が反ったり動きをこうしなやかに描けるんですよ。それが楽しいですし、でも男の子描くときは逆にあんまり動きなくてもかっこよく見せたり力強く見せたりできるので楽しいです。どっちも好きなんです。キャラクターの右創作とかですね、結構描きますよ。楽しみね、推し活であります。推し活僕は描かないです。ドラゴンボール見てないんですよ、恥ずかしながら。日本人なのに義務教育果たしてない。ドラゴンボールは見なきゃいけないな。あとガンダムも見なきゃいけないな。20分、すいません。ちょっと今日はそろそろ終わりにしたいと思います。いやーすいません。じゃあまた次の放送なんですが、ちょっと体調を相談しながらまたゲリラ的に告知をしたいと思います。明日って言うと明日できなくてギャーってなるとかちょっと目に見えてるので、今日はこの辺りで終わって、また後日ツイッターと、あとYouTube の予約投稿の形で告知をさせていただきたいと思います。あ、すごい、ドラゴンボールとガンダムの不協体が見ますあ、ありがとうございます。じゃあそこから NT から言いますはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ次の放送でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。マルチ覚醒。